お願いします。今日何ですか、これ今日阪急メンズ館ですよ、はい、銀座の来られたりします？いや、たんまにですね。でも銀座はあんまり来ないですね。今までちょっとやばい人が多かったと思うんですけど、はい、まあ、やばいラーメンとか、はいはいはい、今回やばい場所です。やばい場所？はい、阪急メンズ館？はい、まあおしゃれですよね。おしゃれです。うん、西本さんみたいな人はいないですけど阪急メンズ館、いや、あの人はいい品でしょ、はい、そりゃいたらやばいでしょいや、そうなんです、うん、でも必ず喜んでもらえると思います。あ、そうですか。なんやろう、やっぱりあんま見に来るので服とか着ますけどね、うん、やっぱその時は嬉しいですけどね、うん、うん、なんでちょっと行きますか。行きましょうか。これ、はい、何これ、銀座スニーカーヒルズ、何これ。スニーカー好きやと思って。好きです。え、これは何なの、ずっとあんの？最近。最近やんな、知らんもん。行こう逆に前のめりになるパターン。あ、こんにちは。うわうわうわ、もうここでたまらんやんえ、もうここでたまらんやん。やばい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 。銀座スニーカーヒルズちょっと行きますか。銀座のスニーカーの街。これ長なるで言うとっけど嬉しい、こんにちは。ありがとうございます。え、ここ、え、担当の方ですか。はい、あの銀座スニーカーヒルズのディレクターしております。お名前もう一度。村上さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。え、これいつできたんですか。今年の3月中旬にオープンさせていただきまして、はあ、でようやく今年、この7月でだいたい5ヶ月6ヶ月ぐらい経ってるかなっていう感じにはなります。ここはどういったとこなんですか。一応銀座スニーカーヒルズとして、はいはい、っていう名前で。うわうわ、村上さん、なんですかここ。一応、はあ、このフロア全体を銀座スニーカーヒルズとしてやらせていただいてて、まあ、スニーカーマニアのための、まあ、街というかキッチをキッチコンセプトにしてまして、なので街キッチをコンセプトにしているので、マーケット、ミュージアム、スクール、ホスピタルと区画分けして、それぞれいろんなお店に入っていただいております。なるほど、買えるし、歴史も見れるし、はい、教えてもらえるし、はい、メンテナンスもできるんや、はい。めちゃくちゃ面白そうですね。ぜひぜひ楽しんでいっていただければなと。これ村上さん、どっから回るもんですか。じゃあ近いんでマーケットの方から。そうですね、マーケット行きたいです。はぁ、あ、僕これ持ってます。はい、一応売り買いできる。はぁ、なんで、まあ、不要にいらないものであったりとかは、コミヒョウさんに買い取っていただけて、でもちろんここでも商品は買えたりはするので。はぁ、そうですか、はい、楽しい。やばいやばい、ごめんなさい。うわー、皮張った。いいですね。いいですじゃあちょっとこっちから見せてもらいましょう。あ、ここは村上さん、ナイキだけではないんですね。はい、一応スニーカーで、まあ、いろいろ見れさせてはいただいてね、はい、最近ニューバランスもなんか好きなんですよね。僕も結構やっぱり立ち仕事多かったんで、ニューバランスはずっと履かせてもらってまして、やっぱ合ってますよね、はい、日本人に。僕がだから20何歳やったかな、21、2ぐらいですかね、ニューバランスの1300初めて履いて、1300やったりとか、いろいろここがペラペラになってよう張ってね、ボンドでまず1300でしたね。1300で、これか、違うか、これや、いや、これ昔とちょっと違いますよね。でも若干ちょっとやっぱ復刻とかで、うん、どこら辺ですか今おすすめというか。まあちょっとサイズ、やっぱり二次流通系なんでサイズが揃ってるわけではないんですけど、うん、そこでしたよねやっぱり上粉度の99にこれええな。でも8万そうなんですやったりとか、まあ分かりやすいので言うとやっぱりリーバイスコラボ、はいはい、どうでしょう、はい、
1300円とか1300円。リーバイスコラボ、かっこいいっすね。デニムですね。まあ、ちょっとあの金額とかはその時によって変わったりはするので、うん、これは新品ですね。そうですね。かわいいですね。いいですね。楽しいな。かわいいですね、はい、しっかりとして。はあ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 。すいません、この辺はまあ冗談系ですね。ね、はい、これかわいいな。これ1万9000円や。これかわいいですね。物によっては結構お買い得のものがあったりするんで。かわいいです。うん。これ何でしたっけ？ウサギのなんかとコラボやったと思うんですけど、確か。バグスバニーです。あ、そうだそうだそうだ。かわいいですね、これ。買おうかな。やばない！ぜひ。いや、もう欲しなるんすよね。買おうかな。やばー27.5 ちょうどじゃん。いや、ちょうど買おうかな。全然試着もできますか？できます、はい。いや、もう履かなくて大丈夫です。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。いや、楽しいですね、ここちょっと一回あれしたいな。自分の持ってるもん全部持ってきて、はい、いくらになるか。まあでも高いやつは高いと思うんですけどね。あ、これ今いくらしてますか？6万円。ここ安いですね。ありがとうございます。これ履いて釣りとか言ってたらみんながなんでそんなんで釣り行くの言われてでもね、汚れててもこれはね、そんなやっぱり。へえ、うわ、ちょっと待ってくださいよこれ一番高い高価なやつってこっちだ。この間ね、買わせていただきました、これ。あ、獣ダンク。これじゃなかった。獣ダンク2000年初頭のモデルなんで。これも買えるんですか？はい。中東がこれ25万ね。これラビスカット、今入ってる中で一番高いのはこれです。これですね、はい、これあれやけど、一番まだ買えるな。5万5000円。いや、でもこれの5万5000円ってでも結構ね、皆さんから安いって言われます。安い、はい、はい、高いよ、うん、けど安いよ。やばないいや、こんなんね、はい、15万円言われたら15万円し、うん、いや、この価格でどうなんやろ。安いと思いますよ。状態もそんなに悪くないので。サイズ28で28センチいうことですよね。日本表記ですよね。はい、日本表記です。ああ、ちょうどやったな。買ってまう。これ買ったら履くんですか、ちゃんと。いや、履くやつもあるで。あ、でも履かへんのもあんねん。すいません。なんかやっぱ僕関西人やね。いつもスニーカー行ったらこういう獣系。はあ。どうなんですか店長、どうですこれ。めちゃくちゃかっこいいです。うわだいたい普通こういうね、ショーケース入ってるやつ買えないですよね。状態もいい。失礼します。全然大丈夫やばない何やこの。あれ、ほんでやっぱりこれちょっとこう履いたはったやつやから、うん、やっぱり柔らかさもあって、うん、もう馴染むねんな、うん、やばい、これはやばい、やばい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 どうしようもう一個ちょっとおすすめ。村上さん、はい、あってどれですか？あー、はいはい、これも安いな。金額でほぼ試着とかしかしてないぐらいで売ってくれてるんじゃないですか。履いてないね、はい、これちょっと履いてあるんですもんね、うん、でもそう、ちょっとね、履いてるっていうのがね、一、うん、回正直分からへんけど、なんか踏んでるかもしれないもんね。やっぱうんこ踏んでる可能性もなきにしてもあらずやん
産んでへんなぁ。なぁ、ちょっと待ってください。ちょっとそのおすすめ、すいません。確かに、うん、本当だ、入ってないね。これは SB の27cm。 27かという言い訳を一つ自分の中に。あ、ちょっとちょっときついけど、あーあー、あ、ごめん。いやー、これよりやっちゃうなー。いや、あんま黒いのって僕ね、足が太短いから、だから結構こう、こう今日履いてるようなこのソールがガッとしてて、行かないとこうバランス的になんかほんまのドテッとしてる。でハイカット履いてしまうと紐もギュンギュンに締めへんかったら、マジで長靴履いてるおっさんやでもいいっすね、これ。これもうわーって思ってある人もいるかもしれない、この感覚で。まだあるかもわかりませんよ、すいません、ありがとうございます。わー、もうちょっとこんなとこ連れてきたやん、やばいよ。それ気になってますね。これ気になる。これ可愛いねんけど、これでもな、ちょっとこれ履かしてもらっていいですか、村上さん。はい、これね、僕ね、ハイカットあかんのよ。短パンにハイカットってマジでおっさんやん。財布出してるやん。あははは、やないねんて。ちょっとギュッと締めたとして、かわいいですか。ああ、かわいい、色合いね。短足に見えへん。まあ短足は短足やねんけど、うん、うん、あ、いや、すいません、つい。いや、でも、わかるやろ、短足やと、うん、いや、わかります。いるんよね、これ。あそこのホスピタルで、例えばこれ厚底にしてくださいとか、 YouTube もできるんですか。できます。後でちょっとご案内させていただきます。やばいやばいやばい、それ一番してほしかった。それをするために僕成田の靴屋さんまで行ってたんですよ。はい、でもうちで全部できます。マジですか。はい、じゃあちょっと待ってください、これ買おうかな。ちょっと待ってこれは大丈夫。あ、うん、これでもやっぱりこうやって見たらこう、僕、いや、そうですね、関西人やな、履いてる感、こういうの好きなや。やばい、これとこれは今日これは買わしてもらおうかなこれはもうこの値段でピーピーいけるからねすいません、ありがとうございます。悩んだ結果、はい、これとこれ買わしてください。ありがとうございます。どっちも行きますか。こっちいくらでしたっけ。これだな、でもな、スニーカーってもうそん時なんや。次会えへんかもしれんから、ずっと会いたいから買うわ、これ、うん、両方。すいません、お願いします。ありがとうございます。こっち箱なしになってしまうんですけど大丈夫です。ありがとうございます。どっちみち僕はあんま箱取っとかないんですよね。あ、そうなんですね。これっていうやつじゃないと。あ、なるほど。もういいかなっていう、履くしっていう。確かにこれは取っといてほしいですね。え、はい、いや、これはちょっと取っておきますねこれは取っておきますよ。変な話なんですけど、箱だけでも、もう値段ついて売れるぐらいな。やっ、そうなんですか。もう二次流通だと、これ裏貼った人、これあれ俺のやみたいな思ってはるじゃん僕がこれ譲り受けました。履きます。あ、もうそんな適当でいいです。適当って言うとあれですけど、はい、あー楽しかったご視聴ありがとうございました。2回一足事前に送っていただいて、田中さん見たんですか。はい、もう見させていただいて、うわっ